ちょっと昔の話だよ。ねえねえパパ、学校のジャガイモってどこにあるの？ジャガイモ畑の中にあるよ。あそこだな。そう、あそこあそこ。あ、知らなかった。そこじゃ、あそこに畑ないよ。じゃ、奥にあるんだよ。あっちでしょ。そう、奥。パパ、迎えに来てね。うん、わかった。あそこから、うん、じゃあ、取るの？そう、ジャガイモ取るの。じゃあ、行こう。じゃあ、聞いてね、車で。うん、わかったよ、バイバイ。重いしな、バイバイ。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 ピザハットマルゲリータ。ああ、いや、乗っかんないでってば。痛いから。痛い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 。デレデレじゃ、デレデレじゃない。危ない危ない危ない。ちょちょ、ストップ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 。あ、わかった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 。はい、わかったわかった。はい、わかったわかった。え、これだ、見て、ソーセージ入ってるやつ。そう、ソーセージ、パンも今まで美味しく食べれるじゃん。これにしよう。ちょ、ひーちゃん邪魔しない。ほっぺたちぎれちゃって一見。もうひーちゃんのおもちゃじゃん、もう顔。帰ってきたー。テッパー剥がして、今こっちも剥がす。マック、マックとピザ。そう、マックの ポテトはマック。あれ、これ誰だよ。おー、すごい。一気のだ。一気の、一気の。違うよ、ひーちゃんだよ。これマルゲリータだよ。ひーちゃんマルゲリータ。これが、これ何？チー、あ、トマト。トマト食べれる。そう、取れば。ピザのトマトなら食べれる。あ、こっち食べればいいじゃん。なら美味しそう。うわ、めっちゃうまそうじゃん。どっちもあるの？美味しそう。ひーちゃんトマト食べてくれ。え、トマトを取るよ。トマト好きじゃないんだよ。よーし、このソース好きなんだ。ひーちゃん、持ってくるかよ。ここにとても辛いソースで。見てこれ。カリカリしてる。どういうこと、どういう食べ方してるの？反対から。なんで逆から食べてるの？うまいだもん。そんな食べ方あるの？辛いのつけてみよう。辛いのちょっとしてないの？
うん、おいしい。売れたー。はい、プレゼント。あ、パパ、いいじゃん、それが。そうそう、トマトついてる。ほら、もういいじゃない、一瞬でなくなった。食べないじゃん。あれからのところめっちゃさ、苦いところあるから。こっちのピザ、あ、パパ、ジでいいじゃんね。前ね、うん、今日ね、カジタロジね、あのね、あのね、めちゃくちゃ雑草入ってるオリンピックの近くのね、草のね、ところにキノコ入ってた。オリンピックの近くってどこ？あれでしょ、なんだっけ？あ、ここ？そう、あの体育館。あのね、雑草入ってるところにね、うん、雑草雑草入ってた、木とか、松の木とかに生えてるところに、なんか、うん、どんぐりとかね、上が白いキノコあった、うん、ひーちゃんがね、取ろうよってね、手で取っちゃダメだって。そのキノコダメだ、触ったら。上がもうめっちゃ真っ白で触ってないよ。食べれるじゃん、触ってない。食べれないって。食べれないって。どこだよ。食べれんなって。知らなかった。ダメだよ、ほんとに。でも、食べれるけど、わかんないけど、食べちゃうねって言って。うん、食べなかったよ。それは食べろ。いいって、ほんとに手で取っていいって言ったから。手も触っちゃダメだよ。なんで？手にバイキンついてダメって思っちゃうから。バイキンついて大変なこと起きる。あ、手洗わないって言ったら、ブルルって。ブルルって。もう。ひーちゃん、どういう食べ方してんの？カリカリって。こぼしたよ。ん？何もこぼした。え？これパン生地？お。ん？おふみ選手。ん？めちゃくちゃパンがこぼれてる。え、絨毯こぼさない。いや、めっちゃこぼしてるじゃん。ちょっと何これ。めちゃくちゃだってさ。ちょっと、イカ、どいて。パンがたくさん。いや、兄ちゃんさ。え、ピザなんて切れてる？切れてねえよ。え、切れてるよ、それ。切れてない。何を残せず食べてるの？どういう顔して食べてるの？うん？そしたら、うん、アルコール。アルコール？今歯にいくらって混ぜた、ここ。だからもともとボリューム多いから。ああ、美味しい。こっちパリパリも美味しいし、みんな食べてる。ひーちゃんもちもちも美味しい。ポテトしか食べてないよ。ポテト以外も食べてる。誰がポテト食べたか、どれとかいうのどれに。ひーちゃん、喋るのいいから早く食べな、それ。うん、なんでピザ4枚食べてるの？早く食べな、ひーちゃん。ポテト、ポテトじゃなくてピザ。ポテトじゃん、分かった。ひーちゃんの方がポテト食べてる。松から花丸にしよう。これはない。ひーちゃんのパーティー。名前と年齢を書いてください。お前、連絡かかなってたのに。何これ、ひーちゃんパーティーって。来ないからやめた。はい、来てよ、ここ、ひーちゃんパーティー。じゃあ、これ消して。はい、ひーちゃんパーティーは何をしてくれるの？ただ、私だけだ。普通のパーティーだよ。ははーって。ひーちゃんパーティーって何ですか？いや、何これ。いや、ワイじゃなくて、このさ、なにこのおもちゃのお金。お金パーティーだよ。お金、ちょっと、部屋ぐちゃぐちゃになるからダメだってば。痛い。いや、あのベッドの横のゴミ袋みたいな、何あれ。あ、パパ、踊ろう。え、何をして踊るの？踊るぞ、肘から。何て言ってんの？兄ちゃん、踊るよ。あー、死んだ。いや、なんで死んだ。
に坂が落ちて死んだ。なんで疲れてる？最後わかんない。わかんなくなっちゃった。うん、わかんない最後。おお、ちょっと待って、こう洗濯物がやばい。うわ、落ちてくる落ちてくる。洗濯物でーす。洗濯物でーす。あ、しかも名前書いてないし、入っちゃダメ。え、どこに？ブブブブブブ、パンチも。え、なんでパンチしてくるの？名前書いてね。名前書かないと入れません。え、ここに名前書くの？書きなさい。あ、じゃあ書く書く。漢字で駅の名前が。じゃあ、はい。パーティーの準備。何のパーティーの準備だ。一気のパーティーの準備だ。一気のパーティーって一気はどうなの。一気はそこに座って見てるのさ。一気はパーティーって誕生日でもなんでもないけど。あー、一気ひーちゃんも撮ります。ひーちゃんもどうなの。ここね、うん、続いてはフィジカルいや、足ぶつけたぜ今。ひーちゃん涙目になってるけど。痛くさ。じゃあ、なんで息も足怪我してんの。一緒やろ。じゃあ、2人で。せーので、フィジカルフィジカルフィ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 。ちょっと待って、なんでどんどん近づいてくるの。ぐちゃぐちゃじゃん、もう。